はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、夏野菜の水やりについて、結局これが一番ってところでご説明していきたいと思います。で、夏野菜ですね、もうね、すごい暑くてね、もうね、30度とかね、35度とかね、気温が最高気温ね、なってきてるかなと思います。そんな状態なんですけれども、やっぱりね、暑いと、野菜もね、うまく育ちにくくなります。っていうのもやっぱり水がですね、不足してしまって、結構ね、大きくならないってね、こともあったりしますので、今日はですね、そういう時にどんなことをしたらいいのかっていうところですね、はい、ご説明していきたいと思います。この動画を見ることによって、猛暑のね、夏にもですね、野菜が元気よくね、育てられる、ね、水やりの方法、そういったところがわかるようになりますので、よければね、参考にしてみてください。それでは早速、行きましょう。マッキーチャンネル。ではね、早速説明していこうかなと思います。まず一つ目はですね、早朝とか夕方に水やりを行っていこうっていうところになります。気温がね、低く、蒸発ですね、水の蒸発が少ない時間帯に水やりをすることで、水分の無駄をね、減らすことができます。やっぱりね、日中ですね、こうね、気温が上がってくると、水あげてもね、すぐに乾燥、乾いてしまいまして、意味がないんですね。だったら、今はね、ちょうど夕方にはなるんですけれども、もうね、日が暮れた頃ですね、日が入らなくなっていけば、水も蒸発しにくかったりもしますので、僕はね、そういった時にですね、お水をあげたりしています。あとは朝ですね。朝、まあ朝方ですね。まあ遅くても10時ぐらいまでにはした方がいいんですけれども、まあなるべく冷たいお水をですね、かけてあげるといいです。温かいお湯をかけてしまいますと、蒸発するのもね、水蒸気がね、出て蒸発しやすくもなってしまいますので、そういったね、お水の温度にも注意をしながら水やりをしてあげるといいです。はい。そして二つ目になります。二つ目はですね、マルチシートとか、そういったものを使ってあげるとよかったりします。マルチシートをですね、してあげることによって、水分の蒸発を防ぐことができるんですね。やっぱりね、直接、素肌がね、見えている状態、土がある状態で水をあげてもですね、すぐね、蒸発してしまうってこともあります。だったら、そういうね、こういう黒いマルチをやったりとか、あとはね、もしくは雑草が今ね、生えてきてるじゃないですか。そういった雑草を使って、雑草に吹きかけて、雑草で日陰を作ってあげて、それで、ね、しっかりと蒸発をしないように防いでいくっていうね、方法もあったりします。そんな感じでやっていくと、お水ですね、夏の暑い時にもですね、蒸発しにくくなっていきますので、そんな感じでね、やっていただくといいかなと思います。はい。はい、こちらね、雑草が結構生えていますけれども、こういった雑草ですね、を、取りまして、それで、ね、土ですね、作っていきたいなって思います。ちなみに、ここはね、じゃがいもをちょっとね、収穫、まだしてなかったところなんですね。インカの目覚めになりますけれども、こんな感じでね、たくさんね、ちょっとずつ、もう梅雨明けて、今、7月22日になりますけれども、こんな感じでね、腐ることなくですね、はい、やってました。っていうのも、こんな感じで雑草に守られていたっていうのもあって、水浸しにならないで済んだ影響も大きいのかなってね、思います。なので、ね、雑草ですね、全部、綺麗に取んないといけないとかね、あるかもしれないんですけれども、目的に応じて、雑草も有効にですね、活用しながらやってね、いくと、ね、野菜ですね、元気よく育ってくれるかなってね、思うところです。はい。ちょっとずつではありますけれども、こんな感じでね、収穫ができます。なので、こういったところに、ちょっとね、雑草を引いて、はい。乾燥ですね、しないように対策をしておきたいと思います。はい。こんな感じですね。はい、これでだんだんと枯れて、枯れ草みたいな感じになって、ね、蒸発も防ぐことができますので、ね、ちょっとずつまたね、水分も吸いやすくなって元気よくなっていくかなと思います。今ですね、1番目ですね、お水やりをする時間帯について説明してきました。そして2つ目は、マルチをねしていこうというところを説明しました。そして3つ目になります。3つ目は大きなタンクですね。で、しっかりとね、お水をあげていこうっていうところになります。
この時ですね、お水、じょうろで汲んであげてもね、いいんですけれども、やっぱりね、じょうろ汲んで、またあげて、じょうろ汲んであげてってやると、結構ね、この暑い時期に作業するの結構大変じゃないですか。それで熱中症になってしまっては元も子もないですので、なるべくね、大きいタンクとか、樽とかね、用意しまして、それでお水をね、用意してやっていくと良かったりします。僕はですね、ちょっとね、まあ、お水なかなか、運ぶのね、大変だったりもしますので、一輪車をね、購入して、その一輪車の上に、樽ですね、を置いて、それで、じょうろもね、そこに入れて、お水やりをしています。そうしてあげることによって、簡単にね、お水やり大量にできますので、はい、そんな感じでね、やっていきます。じゃあ実際にですね、ちょっとね、お水をあげてみたいなと思います。はい、お水はですね、僕はこんな感じで、じょうろにですね、一輪車にこのようにお水を入れて、さらにこの上からもね、お水ですね、入れて、あとじょうろの中にもね、お水を入れています。そして、ね、お水やりができやすいようにね、しています。じゃあ、じょうろにちょっとお水入っていますので、そこからちょっと取り出していきたいと思います。そして、こちら見ていただくと、ナスですね。これナスなんですけど、ちょっとね、お水枯れてきまして、元気がなくなっています。なので、こういったものですね、は、お水ですね、ジャーッとね、大量に一気にかけてあげるといいです。今、葉っぱがこのように先端の部分あります。この下まで根っこが張っていますので、この畝の端っこですね、に大量にお水をジャーッとですね、撒いてあげると良かったりします。これでね、OK ですね。こうしてあげることによって、お水ですね、一気に浸透して、乾燥も乾きにくくもなりますね。そういったイメージで水やりをしてあげると良かったりします。あとはね、こちらも同じようにですね、じょうろで、こうやってね、バーっとですね、かけていきます。はい。あとはですね、これ今ね、お水あげましたけれども、このままだとすぐ乾燥しちゃいます。なので、マルチングとして、今、黒マルチはしていますけれども、この通路の部分にも、このように、藁とかですね、雑草ですね、こんな感じで引いてあげると良かったりします。これでやってあげることによって、水分もね、蒸発しにくくなりますので、はい、そんな感じでやっていくといいです。そして、ね、お水ですね、吸って、ナスとかね、大きく成長していきます。もうこれは、絹川水ナスと言いまして、まあ、水ナスですね、になりますけれども、かなり大きくなってきていますので、ちょっと収穫をしていきたいと思います。はい。こんな感じでね、ナスね、収穫できます。はい。どんどんね、この夏はね、暑くはなってきていますので、はい。なるべく株にもね、負担かかんないように、早めのうちにですね、ちょうどいいサイズですね、のうちにあまり大きくさせずに収穫していただくといいですね。そしてこちらもすごいね、元気よく育ってきていますので、こちらもナスね、大きく成長してきています。よいしょ。はい。こんな感じで立派なね、いいナスが収穫できました。美味しそうですね。いいですね。美味しそうなナスです。そして今片方ですね、こちらお水をあげましたけれども、もう片方も同じようにこちらもね、お水をかけてあげるとよかったりします。あとはこちらの青い樽ですね、これにお水もね、入れてジャーッとね、かけても効率的かなと思います。この青い樽はだいたい1000円ぐらいでホームセンターで売られていました。これで確か60リットル入るタイプのお水になります。そしてお水をあげましたら、雑草ね、生えているところからですね、はい、抜いて、そのね、お水あげた上にですね、敷き詰めてあげれば乾燥もしにくくなっていきますので、そんなイメージでですね、やっていただくといいかなと思います。まだまだね、この夏ですね、雑草がね、生えてきますので、まあ雑草取りもね、無理なくですね、コツコツで取りながらですね、やっていくとよかったりします。あとは、ね、まだね、残っているものもね、ナスを収穫して、はい、繰り返しね、やっていきたいなってね、思います。だいぶね、お水しっかりね、入ったかなと思います。あとはこの辺とかも白ナスができていますね。だいぶ大きくなっています。はい、こんな感じですね。はい。そして、こちらはですね、別の、ね、場所にね、来
たんですけれども、このように一輪車にですね、お水ですね入れて運んでいます。そうすることで一回一回ね、上路の満帆にしてね、一回一回ね、次に行くっていうのが結構大変だったりもするんですけれども、はい、こういったねところで一気にお水をあげられるっていうのがね、とてもメリットかなと思います。そして、こういうね一輪車にお水も溜まっていますので、ね一輪車ごとお水をねバーッとですね豪快にあげてもいいかなってね思います。一番個人的にやっててよかったのは、青い樽にたくさんお水を入れて一輪車で運んでいくっていうね、そういった方法であげて、そして青い樽の水をじょうろですくって、じょうろでジャジャジャーとかけていくと、体に負担なくですねお水やりもできるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じにですね、お水やりって形で、はい、やってあげることによって、まだまだね、この暑い時期でもですね、しっかりと育っていきますので、はい、ね、ちょっとね、皆さんもね、ちょっと体調に暑さにも気をつけながらやっていただくとね、いいかなと思います。よければ参考にしてみてください。じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。